ジェンツーペンギンは、ペンギン木ペンギンカーデリーペンギン族に分類される、蝶類。中型のペンギンで、両目をつなぐ白い帯模様が特徴である。温順ペンギンという別名もある。体長は51センチメートルから90センチメートル。体重は5キログラムから8.5キログラムほど。大きさは、ペンギン18種類のうち、皇帝ペンギン、キングペンギンに次いで3番目に大きい。 また、オスの方がメスより、わずかに大きい。さらに、ペンギンで最も泳ぐのが早いペンギンでもある。最高時速は時速3 5トルにも達する。成長は、頭部と背中側が黒く、腹側が白、足はピンク色、または大色をしている。特徴は、頭頂部を通って、両目をつなぐ白い帯模様と、くちばしの両側の赤色、または大色である。 また、同じアデリーペンギン族のアデリーペンギン、ヒゲペンギンと同様にお歯が長い。交際は茶色。幼鳥は地味な色をしており、羽毛はふわふわしている。背中側はもふもふとした、グレーまたは薄い群状色をしており、腹側は白い。成長と似ている点がいくつかあり、くちばしは明るい大色で先が黒くなっている。ただし成長よりもくちばしの色は、はっきりしない。 また、足は大色、またはピンク色で、毛は生えておらず、爪やその周辺が黒くなっている。成長になる前の関羽の時期にはすでに足にヒレがついている。英名の言当は、ポルトガル語で、異教徒を意味する、前著に由来し、頭部の白い帯模様をターバンに見立てたものと言われる。一方、別和名の、温順ペンギンはこのペンギンの温順な性格に、ちなんでいる。 黄色がアッシュ・ PP エルスワース、黄緑色がアッシュ・ PP パプアの分布域。赤色部分が繁殖地生息域は南極周辺の海域だが、アデリーペン銀属3種類の中では最も北に分布している。主な繁殖地は他にもなどにもコロニーがある。南極半島からサウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島にかけての個体群はアッシュ、 pp エルスワースイとされ、他の地域の亜種、pp パプアより小型である。非繁殖期は海で生活するが、繁殖地からあまり遠くへ行かない。ただし、南極半島など寒さが厳しい地域では、冬には海岸から見られなくなる。他のペンギン同様に苦食性で、主にオキアミを捕食する。一方、海での天敵はシャチやヒョウアザラシなどである。なお、 ジェンツーペンギンの泳ぐ速度は時速 36km ほどで最も速く泳ぐペンギンとされている。エディンバラ動物園にてアデリーペンギンやヒゲペンギンと同様に円形に石を積み上げて巣を作り、普通は 130g ほどの卵を2個産む。深までは35日ほどかかるが、それまでは親鳥が毎日交代で放卵する。 孵化したヒナは綿毛に覆われ、背中側が灰色で腹側が白色をしている。孵化後1ヶ月ほどは巣に留まって両親から休児を受けるが、成長するとヒナ同士の集団、クレイシュを作る。クレイシュの中で集団生活しながらなおも親鳥から休児を受け、3ヶ月ほどかけて十分に成長する。成長したヒナは、成長の羽毛に関羽してから海へ旅立つ。ペンギンの中でも、 潜水能力は高い方で、潜水時の最大水深は平均で水深80メートルにも達する。平均潜水時間は2.5分で4分間も潜水することがある。主にオキアミを食料とするが、小魚なども捕食する。海中での天敵は南ゾアザラシやシャチ、ヒョウアザラシなどで危険を感じるとものすごい速さで逃げる。 狩りをするときも常に周辺で群れている。コロニーでの天敵は、大盗賊カモメやオフルマカモメで、稀に、サヤハシチドリに襲われることもある。大型のカモメなどが襲うのは弱った個体や死骸、ヒナであり、成長の若鳥を襲うことは滅多にない。子育て中の親鳥は、ヒナや卵が襲われると敵をつついたり、鳴いたりして威嚇したり、追い払ったりする。サヤハシチドリに関しては、 体も小さく、基本的には、おこぼれをもらうなどのことしかしないが、弱ったひなや、迷子で一人きりの場合は容赦なく襲うことがある。ジェンツーペンギンは、街中などに進出して繁殖することもあり、こういった場合には野良猫に襲われたりもする。個体数は、増加傾向にあり、IUCN の2017年度版、レッドリストによると、 最近の繁殖する都会は38万7000組ほどと推定されている。ジェンツーペンギンは各地の動物園、水族館で飼育されている。ペンギンの中でも好奇心が旺盛とされており、観覧車に近寄ってくることも多い。ありがとうございます。